皆さんこんにちは。この間びっくりしました。ワンニャンドッグの報告書が送られてきました。この間人間ドッグに人間ドッグ違うドッグドッグに行った時の結果が送られてきました。びっくりポンですね。はじめにのご挨拶があって、そしてあ、目次までもありますね。人間ドックの、結果報告というか、それよりはすごいですね。一般情報ですね。性別、男の子、オス、去勢済み。で、体重が 3.82kg。3.82 って初めてかな。ご飯食べて行ってないので、朝ごはん。なので、少し体重が減ってるかな。これで、ボディコンディションストア、スコアが3ってことで、標準ってことですね。今 3.9 キロなので、まあこんなもんかな。はい、そしてですね、血液検査。すご。一つだけ MCV っていうのが赤文字で書かれてまして、そして MCHC っていうのが青文字ですね。この2つが B 判定。コメントとして SCB の、コーチが認められました。SCB については貧血の分類に使用する数値になりますが、今回の検査において、ミーニ君に貧血は認められませんでしたので、問題ありません。なんでこんなん出たんだろうな。はい、そして次が、血液性化学検査ですね。これも特に問題はありませんでした。みんな評価が A になっております。こんなのやるんだ。基本ドッグ項目ですって。あとですね、尿検査はね、ちょっと見に、朝の一番のおしっこがねオレンジ色だったんですよね。ちょっとそれで尿タンパクが2プラスと比重が 1.070 ね、比重の高値 と、尿タンパクが検出されました。おやまで、まあ、ミニコラムとして、犬の尿石の種類なんかがあるみたいなんですね。すごいですね。次、便検査。便は朝、散歩に行った時の便を取って持っていきました。良好ということで、特に問題はありません。それから、心電図。心電図取ったんかい。心電図は心臓の筋肉や鼓動を打つために生じる微弱な電気信号を検出し、なんだってグラフとして記録するものです。不整脈や各波形の大きさ幅などを計測し、心臓の肥大、心臓の筋肉の電気信号の異常を、評価します。ということで、これも特に問題はありませんでした。ミニ君大丈夫だったって。あとですね、胸のレントゲン。まさに人間ドックや、胸のレントゲンの検査結果ですね。これも心臓、動脈瘤、肺、気管支、横隔膜、以上は認められませんでした。そして腹部のレントゲン、お腹ですかね。胃とか、肝臓、膵臓、膀胱、腎臓など腹部の臓器の形や大きさ、病変をチェックします。胸部と同様に X 線が通る部分は黒く映り、通りにくい部分は、白っぽく映ります。ということで、こんな感じですかね。すごいっすね。これもすべて特に、
著名な病変を認めることはできませんでした。それから腹部、腹部超音波検査、超音波もしたんかい君。お腹の各臓器の断面構造を超音波にて検査します。レントゲン検査とか血液検査では見れない各臓器の内部の状態や血流、腫瘍や結石の、有無、さらに、脂肪肝や肝硬変などの有無も分かりますとなってますね。ちょっとこれの写真を見てもよく分かりませんが、まあ、特に、異常は見られませんでした。すごいですね。人間ドック並みですね。それから、はい、総合評価。今回、基本ドックとして、尿、便、胸腹部のレントゲン、心電図、腹部超音波検査を行いました。尿検査において尿比重の高値が認められました。尿検査では尿タンパクが検出されました。はい、多くは興奮、ストレス、発熱など様々な要因で陽性反応が出ます。病気によるものでは泌尿器での出血や炎症で陽性となることがあります。その場合は出血反応や白血球反応が陽性となることが多いですが、今回は陰性であったため炎症や出血の可能性は、低いと思われます。また他に腎臓内部の腎炎が子宮体疾患でタンパク陽性反応が出ることがあります。今回の結果では緊張興奮による影響や尿比重も高いことから尿タンパクが陽性となったと考えられましたが、今後も定期的な尿検査で、経過観察室しましょうということですね。はい、その他今回の基本道具項目からは以上認められませんでした。この調子でしっかりとミニちゃんの体調管理をしていきましょうということで、尾崎先生が評価していただきました。多分ねこれは、興奮ですよね。この人外に出るといつもすごい興奮するんで、興奮とあとねストレスだと思いますね。知らないところに行って私とお父さんが一緒に外に出るとめっちゃストレスなんでしょうね、なんか知らんけど。はい、ということでこういうワンニャンドッグ報告書が病院から送られてきました。人間ドックみたい、ドックドック。ミニくん異常なくてよかったね。ミニくん、顔がでかいぞ。ミニくんね、ちょっと最近ね、あの体かいかいなんですね。から耳元のところにクリームってか、絆創膏じゃない、あの痒み止めの薬をちょっと塗ってるのでちょっとペタペタしてますね。みーくんこのまま元気でいてね。はい、じゃあね、またね。以上ミニの健康診断の結果でした。